生のイメージってある？優しい？優しい。日本人より優しそう。連絡がまめそう。じゃあもし外国人と付き合うとしたら、アジア人か、うん、欧米人どっちがいい？アジア人。アジア人。ああ、アジア人やったらどこの国の人がいい？韓国。韓国。韓国。経験だけしてみたい。じゃあね、台湾人男性のイメージってある？台湾人の男の人のイメージ。難しいね。優しい？優しい。日本人より優しそう。なんか全然。え、たまに外国人と付き合ったことある？ない。ない？うん、じゃあ外国人と付き合ってみたいと思う？なんか食の趣味とか合わなさそうでちょっと抵抗がある。あ、なるほどね。やっぱり日本人がいいってこと？そう。言語も通じるのもなんかね心配やし。え、じゃあもし外国人でもなんか日本語喋れたらあり？日本語とか喋れたらあり。食べ物の趣味とか共生してこんかったらあり。全然台湾人でも OK。 そうそう。あ、相手に求める譲れないものは何でしょうか？まず女の人に、怒ったりしないこと、ちゃんと話を聞いてくれること、うん、が大事かな。とか思いやりやね。そう、思いやり大事だ。じゃあ、うん、浮気の定義って、浮気どこから浮気やと思う？難しいと、学生時代はもう横におるだけで浮気かと思っとったけど、うんうん、今は気持ちが移ってなければ、うん、しょうがないラインかなって。学生時代よりは寛大になったから。あー、なるほどね。ちょっと許せる範囲は増えたかな。ありがとうございます。お次はナナエちゃんです。初めまして。初めまして。台湾行ったことある？行ったことない。行ったことない。行ったことない。行きたい。行きたい。うん、行きたい。台湾のイメージって何かある？イメージ千と千尋。9分のあそこやんな。あ、そう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 。あ、確かに日本人あそこめっちゃいっぱいおるし。台湾人男性のイメージある？連絡がまめそう。あー、私の旦那はそんなことないけど結構聞く。え、台湾のテレビとかドラマ見たことある？ない。ないよね。うん、ない。韓ドラから韓国のドラマだったら。うん。ナナエは外国人と付き合ったことあるっけ？ない。付き合ってみたい？付き合ってみたかった。じゃあもし外国人と付き合うとしたら、アジア人か、欧米人どっちがいい？なんか気は合いそうなのはアジア人。アジア人。あー、なんか生活スタイルがまだアジアだったら似てそうじゃない？うん、確かに確かに。うん、じゃあアジア人やとするやん。うん、アジア人やったらどこの国の人がいい？アジア人やったら、うん、韓国。韓国。韓国。あ、やっぱ韓国か。うん、やっぱ韓国か。韓国。韓国のやっぱあのカンドラとかのイメージで、うん、アイドルとかね、かっこいいみたいなイメージ。あ、そう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 。台湾人と付き合うのありやと思う。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 興味本位、まあ出会ったら。じゃあさ、出会ってでも日本語喋れんかったらいける？うん、きついね。字が喋れんから。あ、日本語喋れる台湾人か全然 OK。うん、全然 OK。あ、なるほどね。うん、じゃあ恋愛するにあたって、なんか浮気の定義ってある？なんか例えばどこから浮気とか？うちに、なんかやましいなと思って隠した時点で。あ、嘘ついた時点。うんうんうん。あ、確かに。うん、え、嘘ついてて、うん、バレたらってこと？バレんかったら OK ってこと？あ、むずいよ。むずいね。バレんかったら OK かもしれない。確かに気づかんかったら OK。そう、気づかん。なるほどね。うん、分かりました。はい、ありがとう、はい。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。こんにちは。台湾行ったことありますか？ないね。ある？うん、いいな。マイクはない。うん、じゃあある光から。台湾どうだった？好きやった？観光とかは良かったけど、うん、食べ物が合わなかった。ある人と合わない人と分かれる、めっちゃ。そう、なんか香辛料、何食べても同じ味。スパイス結構、うん、台湾はめっちゃ美味しかった。台湾のイメージなんかある？イメージ千と千尋。あ、千と千尋か。台湾人男性のイメージってなんか、難しいよね。難しい。なんかみんな韓国人やったら、確かにイメージ湧く。
ちゃんの旦那さん。本当に？かな。もうなっちゃんの旦那さんしか分からない。あんまり深くは知らないってことやね。台湾のテレビとかドラマも見たことないよね。ない。ないよね。やっぱり韓ドラの方が。外国人と付き合ったことある？ない。ない。付き合ってみたい。付き合ってみたい。付き合ってみたい？うん、付き合うとしたら欧米人かアジア人の違い？でもなんかアジアの方が。親近感って感じ、近いから、この方がなんかロマンチックみたいな。え、それ嫌なの？いや、いいよ、うん、一回やってみて。ああ、経験してみたいな。なるほどね。あ、じゃあヒカルは欧米派。欧米は一回の経験だけしてみたい。恋愛だけ。そう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 。外国人やったら、あと日本語喋れん人多いやん、うんうん、それやったらどう思う？でもなんか最初ジェスチャーとかで、うん、なんかちょっとずつそのお互い勉強して、なんかコミュニケーション取れたら、なんか嬉しくなりそう、うん、あ、お互いに言語を学び合えば OK って感じ、うん、なるほどね。じゃあ恋愛するにあたってどこからが浮気やと思う？相手が別に秘密にしたいって思ったら浮気。別にバレても大丈夫なことやったら浮気に入らない。なるほどね。心の浮気と体の浮気、どっちも許せる。でも私は1回の関係やったとしても無理。あ、無理。